どうもこんにちは、こんばんは、青ゲームです。ということで今回もですね、ファイナルファンタジー1の実況プレイ続きやっていきたいなと思います。まだチャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとこの動画にですね、高評価などもよろしくお願いします。ということで、前回ですね、キャラバンとかいろいろやりまして、で空気の水だったっけ、手に入れまして、で海底神殿に現在来ておりますと。でちょっとね、まあ少しちょっとレベルも少し上がったんですけども、一旦帰ってね、セーブして戻ってきましたと。でいうことで早速続きやってみましょう。でこれでね、杖が2個出たんですよ。杖が、これ杖ね、魔術の杖とガントレットが出まして、でもっと早く来てほしかったやつなんですけどこれね、序盤とは言えないけど、少しもうちょっと前ぐらいからね、この2個来てくれてたらだいぶちょっと戦いも楽になったんですけど、まあ青さんがね爆発強くなってきてくれたんで、まあただ赤さんの緑色の忍者が、名前は赤さんで、で緑色で忍者ややこしいわややこしいわもう。でまあちょっと一回ちょっと魔法、まあいいや、ちょっとまあいいや、あちょっと待った、シロさんの方が HP 多いから隊列で、ちょっとマジで死んじゃったんだ、さっきシロさん。そう。で、死んじゃったからあれなんだけど、さあ行こう。で、上から来たから、今度下の方に多分、行かれるんじゃなかろうかなと。で、癒しの杖と魔法じゃなくてアイテムで、ガントレットね。もうね、多分、終盤、いや、中盤は超えてるかなとは思うんですよ。ただ38ってレベルがね、どうなのかなっていう感じで、うん、だからほら今のさ RPG って99がマックスだけど、このレベル、あそっか、調べてなかった、調べてなかったな、まあまあいいけど、まあまあいい、まあいいや、99でもね、 HP はね9999あるんじゃないかなと思うの。え、なんでかっていうと、前も言ったけど、前回回復するね、このこれあるじゃないですか、これの KR 側で9999いくから、99、あこっちか、あった、よし OK。 さあシャークスネーク、よし、逃げれるときは逃げるわよもうキリがない。でもなんだ、123504 入れろよこれそこ4入れと、今ごめんなさい、すいませんさあ5回です。さあ宝箱がいっぱいあるやつ、なんか、あ、私の呼びに答えてくださったのですね、この子が呼びかけてくれたってこと。 あったあった、1760、あチームの中いる、ダイヤの腕、お、ダイヤの腕輪だ、なんかいっぱいあるねここね。さあダイヤの腕輪を装備で最強、あダイヤ、アイスブラウンドじゃなくてこっちは、まあ、ライトアックスでいいんだけど、ダイヤの腕輪だ、ダイヤモンドが飾られている腕輪で、他のやつは装備最強、アイスブラウンド変えれた、あアイスブラウンドになるじゃん。さっき何装備したんだろう、忍者になった途端にあれだね、戦士系の装備ができるようになったってことか、最強、これ無理だ、これね、何気にね、猫の爪って、クロさんが装備してる猫の爪ってなかなかいいんだよね。人魚は海の引きなりを失うと水に泡になって消えてしまうの、あら悲しい。さあどこだ、あれエンカウント来ないね。仲間の一人が街を見たいと上の世界に見に行ったまま帰ってこないの、一体どうしたのかしら、まさか足でも生やして、あよく言うよね、陸に行くと足が生えんだっけ、でなんかよく人魚物語だっけ、水の中でも息ができる、すごい、もう感動なんかちょっとギャルっぽいのが出てきたんだけど、さあ2750ギル、あらここは嬉しい、何もなかったみたい水のクリスタルが輝きを取り戻す、海を救ってください、水のクリスタルはここにあるのかな、いやもうなんか動画のためにレベル上げたんだけど、あすんなり行くようにねここ敵出ないわ、もうそのクリスタルは海の光が象徴されたもの、あなた方はもしかして伝説の、そう勇者なんですよ、伝説の、なんか
告知じゃないのかな。水のカウス、クラーケンだって。クラーケンってことはタコみたいに出てくるのか。タコだよね、確かね。神殿の一番下か。ここは神殿の一番上で、一番し、待った！入り口んとこにさ、なんだっけ？毒消し見つけた。東の大陸の下に立つミラージュの塔に誰かが入っていくのを見たの。なんだか素敵なチャイムの音がしていたわ。ピンポーン、ファミマやないか。どういうこと？今のもヒントか。ミラージュの塔に行けってこと？水のカオスはいる限り、海の光はどんどん弱まっていきます。さあ、水のカオスを倒さにはならんのか。はいと。ダイヤシールドだ！イエーイ！やった！強そう。装備、最強。やった！でもこれを、アイスシールド変えるでしょ？他の人は盾装備できないもんね。盾いい。盾ずる。盾ね。盾こそ本当にね、魔術師に装備させたれよって思うよね。あの、ミスするじゃん、攻撃。5000ギル。もうここで終わりか？あ、いた、なんか。はい。あっちにもある。水なーってしまうのかしら。だって。あっちにもなんかあるね。10ギル。なんで？なんで？1000万ギル、よくわかんねえ。なんで10ギルと1万、どういうこと一体。でもって。あれ、あっち行けない。あれ、どっからか回ってくるってこと？あー、なんか回って、いや、違うな。あー、なんか、なんかちょっと久々、あれ、ちげえ、来れない。あれ？あそこに宝箱があるんだよね。見て、ほら、あったでしょ、ほら。1、2、3個のろんでる。まあ、いっか。いや、よくねえか。ってことで、一番下に行かなきゃいけないから、あっちだから行ける。左の方には行けるのかい？あ、こっちなんか行ける。こっちはいけるけど、あれなんだここ。ここしか入れない。あ、ん？あ、いた。あ、ぐるーって回ってきたのか、これ。だよー、ダイヤの装備だ、来た！いいね、いいね。あ、ダイヤ装備になってる。あ、ダメだ。なんか、ちょっと、青さんだけちょっと結構立派になられて。ダイヤの固定ゲットした、なんだな、あと。あ、なんか来た。ロゼッタの石。なんだっけ？なんだっけ、ロゼッタの石って何だったっけな。そっか、違う。あの、声喋れない人たちいたじゃん。あの人たちので、これで声が聞けるようになるんじゃないか。喋れない、言葉が分かんない人いたじゃん。これもうこれで終わりか。ってことは、ちょ待って。ちょっと。戻るわ。ちょっと戻ろう。戻って一番地下にさ、左から行けるところあったじゃん、前の動画で。今回上上がってきちゃったからあれなんだけど、これで戻ればいいんじゃないかな。戻れば、さあ戻ってまいりましたと。でさっきのところの上だったんで、今回こっちにまで行ってなかったんで、下って言ってたよね。めっちゃ失敗したのか。せっかく戻ったんだからさ、あの、回復してくれよかった。回復しとけよかった。まあまあまあいいや。まあまあまあいいや。最後で、どっち、こっちか。こっちに行けばいいのか。うわ、こいつ違うの。こいつらがめちゃめちゃ強いのよ。こいつが魔術の強いのがいいかな。こいつダメージ結構食らうの。ほんと、なんなのこのゴーストっていうの。もうすっげえ死ぬほどうざいんだけど、これ結構暗いの。あの、HP はそんなには多くないんだ。マジの杖。146。あー強い。アンデッド系にはこっちなんだな、やっぱ。癒しの杖でこうね、徐々にね。便利だわー、これ。結構ダメージこれが入ってくれるから、オッケー。いや、危ない。あいつらね、逃げようと思ったら逃げれないの。ほんと、あいつらが一番ここで、一番厄介な時かもしれない。さあ、どこだ？こっちか。
オッケー、行きます。なんだ、あ、こっちか。あ、すぐ階段がある。これ下部屋かな、これ。お願い、ゴーストだけはやめて。もうマジかよ、もうこいつら本当に鬱陶しい。じゃあちょんと強いの、やめて。ほらちょっと結構暗い、もうちょっとやめて。癒しの杖だけ。危ない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 、ちょっと回復させよう、回復回復。オッケー、5ヒッツ。やめて、クロさん殺さないで、クロさん殺さんといて。オッケー、68。オッケー、あ、強くなった、アイスブラウンドの効果や。ちょっと魔法でちょっと使いたくないけど、ケアルダ言っとく、ケアルダアイテムね、魔術の杖。これ倒せんのかな、倒せそうだね、倒した倒した。いやー便利、もっとこれ序盤に出してくれよ、結構マジでもっと序盤に欲しかったな。癒しの杖もさ12しか回復しないから、もうちょっと序盤でよかっただろう、本当に。もう頼みますよスクエニさん。もうまあまあまあ、これ作ったのね、いつぐらい前なんだこれ。もう20年5年ぐらい前か、仕方ないか。あっちゃ何もないんかい、なんでそこ部屋作った。待った、どっちだ、今出てきた、あった、こっちが来い。110ギル。なんか微妙な20ギルの横に1万ギルあったりとか、どういうこと。先にあれなのかな、宝箱を置く場所だけ決めて、こう何入れますかみたいな。そういう後付けでしょ多分、どっか考えても。あれでアイテムで癒しの杖で、この魚関係はこうガントレットがいいのよ。そう、ほら、オッケー、ほらね、盾いいでしょ、盾超いいわ。なんかあれなのかな、強い、なんかなんかダイヤの剣とかないのか、ダイヤ装備があるってことは、ダイヤ、ほら盾、いやもうあれこそ白さんと黒さんにちょっと渡したってくれよ。癒しの杖ね、やった、15。せめて50ぐらい回復してくれよ。はい、ガンドレット、ナイスナイス、いいねいいね。さあこのままいくと何が出てくるのか、俺的に欲しいのはあのダイヤの剣が欲しいですね。あるのか分かんないけど、え、こんだけダイヤシリーズあるんだから、あるでしょ。ないのかな、ないのかな。問題は450、なんでそれ、な、金を散りばませるのこれ。問題はそのクラーケンに勝てんのかっちゅう話で、さあどっちだどっちだ。これ今は初めて来てるよね、ホワイトシャーク、ホイット。まあ、いや、ちょっと逃げていい、逃げれそうな敵は逃げよう。逃げれない、逃げれない、逃げれた逃げれた逃げれた。さあどっちに行きゃいいのか、あー部屋があった、ほいっと、宝箱800個、もう小銭がすごい、こうすごい小銭がすごい、あった。ここはなんかね、お金ばっか、ちょっとエンカウントっぽい宝箱の、これなんだろう、どっちだ、アイテム、こっちだね多分ね、多分ね、アンデッドっぽいよね。いいの、青さんばっかにちょっと攻撃しといて。わー、だいぶちょっとあれだね、赤さんもちょっと装備あれ、あ、逃げるんかい、逃げるんだ、出てくない言うてんの。出てくなよ、ほんと。オッケー、魔術の杖。魔術の杖だったらあれじゃない、包帯男、あれじゃない、燃えんじゃね、あ、そうでもなかった。癒しの杖、これがな、12。いや、もうそれないより、まないよりはいいけどさ、50はいいよくね、50でちょうどよくね、50がちょうどいいだろ今の。はい、終わり終わり終わり。お金がね結構溜まってきてんだよね。巨人の固定、なんだ、装備固定、腕、巨人の固定、使うとセーバーの効果がある。セーバーってなんすか、
使うとセーバーの効果、魔法持って、まあ、いや、まあ、使えばいいか。使ってみよう、使ってみよう。385、小銭。小銭ばっかやないか、これ。ちょっと。セーバーの効果、セーバーって何だったっけな。ほい。ちょっとアイテム。ちょっと待ってね。セーバー、うわー、失敗した。一番上にある。巨人、でもここに出てくるってことは何かあるんだろうな、多分ね。アイテム。ガントレット、アイテム、まあ、失礼、OK。なんかあると思うんだけど、なんだろうね。セーバー、ちょっと調べていい？セーバーだけ。終わったらセーバーの効果だけ調べさせてもらっていい？魔法の効果がわかんねえ。なんかセーバーって魔法あったような気がするんだけど。確かあったよね。OK。おぉ！何？なんだなんだ。何？今何があった？あれ。ダメ、無理だ。倒すよね。せっかくセーバーかかったのに倒すよね。ちょっとセーバーちょっと終わったらちょっとあの効果だけすいません調べさせてください。わかんねえ、わかんねえや。多分なんか白魔法になんかセーバーとかいう魔法があったような気がするんだよね。え、杖で OK でガンドレットね。 OK。 確かこういったら弱いでしょ多分。多分問題がありまして、あれなんだよね、今思ってるのはなんだっけ、そう、カオスに勝てんのかっちゅう話でさ。おーっと、2、じゃあ忘れ、しっかり失敗忘れたの。ポーション買ってくの忘れたんだよね。逃げてもよかったか。ちょ、逃げるか。オッケー、どんどん逃げてもいいね。逃げようか、次から。ちょっと少し、すいません、ファイナルファンタジー1は逃げるのも大事だってことを聞いたので人のせいにすなよ。じゃんじゃん、ちゃっちゃちゃん、いきます。あ、ライトアク、あれ、ライトアクって2本持てなかったっけ。ってことは装備無理だ。あ、装備できたよ。でもアイスブラウンドの方が強いんだよね、命中率も上がるし。どっちがいいんだろう。ちょっと待って、最強にするとどうなる。無理か。アディアの効果があるっていうことだから、まあいっか。な、効果が、いや、わからんな。まあいいや、ライトアクスにしよう。アクス同士にしとこう。これ逃げられないのよこいつら。これ逃げさせてくんねえからさ。オッケー、やめて。85、やめて、やめて。おー、いいダメージ入るね。いいね、いいね、魔術の杖いいね。オッケー。おお、いや、強くなってるか。あ、そ、全然ちげえ強さが。赤さんと青さんの強さが全然違う。745、まあいいでしょ、まあまあ仕方ない。でこっち行って、こっちさっき来たっけ、来てないよね。あ、さっきこっち来たのか。逃げます。 OK です、逃げます。逃げれるとこはもう逃げます。これさっき来た、あー来てない、危ない危ない。また小銭もう小銭ばっかやないかこれ。ホワイトシャーク OK、 いやー1 OK、 ナイス。でもなんかちょっと赤さんの緑あるじゃん、赤さんの緑の忍者、なんかちょっと可愛く見えてこない。なんだ、なんかちょっと若干700なんぼ。おっ、ああれ、なんか今んとこなんかあれか、宝箱周辺に絶対ある、なんか絶対エンチャントのなんか床っぽくね今の。なんかそんな気がしない、なんかそんな気がする。ほいっと、9900リボン、リボン、リボンってなんだ。装備、まさかね。あ、アイスブランドやめて。アイスブランドでもまあいいんだけど、その前さっき、なんだ、頭か、リボンって。敵の特殊攻撃を防ぐことがある。あ、そっち系ね。そっち系だって、なんだっけ、クロノトリガーにあったじゃないですか、特殊攻撃よってやつ。どっちがいいんだろう。リボンしとこうか。
でも防御力がめちゃめちゃ、でもこの顔でリボンつけてたらちょっと頭おかしい。いや、おかしくはないけど、ちょっと違和感がっていうね。あ、モンスターの先制攻撃が来てしまった。モンスターの先制攻撃が、さあこっからどうなるんでしょうか。麻痺が一人いるね。やめて、やばい、グラサン状態、あれが俗に言うタモさん状態か。やばい、ちょっとタモさん状態になってしまった。タモさん、いや、タモさん見えないことないか。タモさん、あ、タモさん見えますね。すいませんでした、申し訳ない、すいません、すいません。昔と違って、あの、僕の動画見てる人最近増えたんで、変なこと言うと大変なことなんで、すいませんでした、すいませんでした。行こう、よし、あ、階段があった。1階、ここか。1階にって言ってたっけ。ちょっと1回回復したいから、ポーション全部使ったくさい俺。ポーションないから全部使ってんね。ダイヤの兜、兜装備できないのこれ。最強、あー、ダイヤの兜装備でき、ダイヤの兜は装備できないんだ。待ってねーっと、ケアルガーじゃなくてダーでいいよ、ダーで。よしよしよし、オッケー、これで行くしかない。さあどこだろうか。下か、あった、なんか部屋があった。部屋がめちゃめちゃいいものが、いや、いらん、逃げろ逃げろ逃げるぞ。もうここまで来ると逃げよう、もう逃げるしかない。オッケー、ほいっと、何もないんかい。ここまで来て何もないんか。これは一応あれなんだね、水の中っていうことなんだよね、一応ね。いや、わかん、逃げよう、やめて。かっこいいよね、背中向けてんのに攻撃だった瞬間に58。こっち、こっちさん結構強いな。やめて、逃げさせて、逃げられ、逃げれません。逃げれません。癒しの杖、どうしよっかな。アイテム、こっちでしょうか。さあボス戦は間違いないんだけど、もう最悪負けるって可能性もあるからな。これがね、50ぐらい回復してくれると。まだ言うかって、いやいや思うでしょ、だってそれは思うでしょ。あ、ダメだ、全然。そうな、あれがしたいんで本当は、もうザコと戦ってる間に癒しの杖ちょっと何回か使ってちょっと回復しようって思うんだけど、銃とかだと損しかしねえっていう。あれの、あれ、えれ、何にもない。これ無理だったね、さっきね。アイテム、癒しの杖、いきましょう。まあないよりはまあそれはいいんだけど、さあどういうことでしゃろうか。これは部屋があれだね。まあいいや、ぽいぽい、オッケー。あのね、クロさんの猫の爪っていうのが何気に強くて、そう、なんかね、あの忍者に近づいてきたんだよ。忍者、頑張れ忍者。合ってるか、こっちで。合ってる、合ってる、合ってる、わからん、広くてちょっとわからん。よし、アイテム、癒しの杖、オッケー、53、やばいな。まあでもね、もうシーフの時に比べたらもう赤さんはだいぶ良くなったよ。まあ装備できるものが増えたし、いや何気にね、え、強えなお前。100ダメージも来るんかい。ちょっとあれだね、ちゃんとあの回復してくれよかった。どん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 、オッケー、981、オッケー、よし。さあどこですか、もう道なりに行くか。ほい、あ、なんかある。外出た、まだまだ続くのかな。逃げます、逃げます、待ってね。逃げた、オッケーオッケーオッケー。さあどうしよう、これどこだ、なんか違うのかな、まだあるか。あ、待った、あった。どうすっか、どうしよっかな。魔法でちょっと全開にちょっとしとくか。
で、まあ、ケアルだけ使えるから。よし、オッケー。オッケー。やばい、ちょっと待って。よし、オッケー。これは、願わくば、ファイナルファンタジー2ではさ、もうちょっと、楽にし回復した回復だけでもさあ行くぞ。フォッフォッフォ、ここまで来るとは褒めてやるぞ。さあ来ました、びっくりマーク。さあ来ました。だが水のカオス、このクラーケンに歯向かうとは身の程知らずな奴らよ。もうカタカナ苦手か。あ、久々に言った。もうカタカナ苦手か、お前、ほんと。さあ、今日でかい！思った以上にでかい！いきます！まず良かったのは、アイテムで、まあ普通にでいいんだけど、魔法で良かったのは、このヘイストがちょっと良かったんだよね。90、うわ !76、癒しの杖。やめて、お願い、範囲攻撃とかやめてくださいよ、クラゲンさん。お願いします。ヘイストね、まずね、オッケーオッケーオッケー。これはいい感じ。おー、つえー、168、3、オッケーで、オッケーで、アイテムで、癒しの杖で、魔法で、こいつあれかな、サンガーか、あの、海のもの、またまた、違う違う、バカ。ガンドレットがあるじゃないですか。で、アイテム、魔法で、この子だね。はい、ナイスナイス、開幕ヘイストナイス。お願い、情報強く。でも200ちょっとしかいかない。待って待って待って、おお結構くるな。どれがいく、116。あ、これはちょっと結構いいかも。ガ使っていい、ラヒーラ行こうか。ラヒーラ、オッケー、置きますね。え、魔法でちょっとガ行ってみようか。オッケー、行こう。ミスミ、あ、スミが来た。すんげえ、べっちょべちょになった。うわあ、タモさん状態やん。タモさん状態来た。いや、大丈夫、大丈夫。平気、平気。魔法は関係ないもんね。おお、結構回復した。サンガ、お願い、もうとんでもないダメージちょうだい。ここまで来て負けたくない。もう、うわ、まあ、大していかねえ。もう全然いかねえ。あ、ま、ない。失敗してもうた。回避率を上げる。ダテレポ。いや、オッケー。オッケー。ナイスナイス。オッケーオッケー。で、魔法で。が、全然弱くね。オッケー。424。いい。お、弱っ。あ、終わっちゃった。お前、レベル上げすぎだろ。あ、俺、レベル上がりすぎだな、これ。いや、前、今、動画のために上げてるんで。こう、すんなりいけますからね。1061。この世界なんかボスに行くまでが大変よね。さあ来た、来ました、来ました。びっくりマーク、あのびっくりマークが可愛いよね。わーいわーい。かわいいね。よっしゃー、イエーイ。さあ3つ目、次なんだろう。火、土、水だからなんだ、風、水の力が湧き出てるところだ。やったー。次なんて言ってたっけ、さっきなんかミラージュの塔がなんちゃらかんちゃらって言ってなかったっけ、言ってたよね。まあまあいいや、ちょっと待って。さあ戻って話を聞いたらなんか少し情報が変わってるかもしれない。何もない。何もない。さあどうなってるか、話変わった。待った、これはさっき一緒か、一緒だ。これのさ、待って、ちゃんと取ったよね、いけたよね。クリスタル、オッケーオッケーオッケー。あと残り1個だ。光が落ちるの見たって言ってたっけ、はいいんだけど、それはいいんだけど、下か、下のところの変な、なんかほわーんって消えてったのはいたじゃん。
本当このアパの社長にしか見えないんだけどこれ。おい、真正面の話ですいませんね。なんかアパの社長にしか見えないんだからあれ。んでもって、ほいっと。キャラバンの話は出たからどこ行くんだろう次。称号、こっちか。ほいっと。俺がコペだけど、あ、見たよ。確か北の滝の方だったかな。誰も信じてくれないんだけど、あれはロボットみたいだったよ。何のこと？確か北のロボット。あれはロボットみたいだって。なんだ北にロボットがいるってどういうこっちゃ。いや、戻したって。なんだ？あれ、戻したことになってない。行かない。あれ？なんだこれ、北の滝の方ってなんだこれ。北に滝なんてあったっけ？あれ、滝なんてあったっけ？一回ちょっと寝てみようぜ。寝よう。ほいっと。財宝取ってきた。いっぱいあった。あ、石板もあったからね。まあ、その石を持って兄の船のところに行ってください。兄？兄どこだ兄ってどこにいた。あ、ちょっと一回ちょっと寝よう。兄の船ってどこだ。北の洞窟もそうだし、船ってあのさ、なんか学者だっけ、どっかの学者だよね、なんか言ってたよね、学者だよね多分ね。まあいっかで、一旦じゃあこれで今分かってるところ、そのコペとかいうやつがなんか言ってるのと、多分これで、あのなんか言葉を探してるっていうのがいたから、あれ、北になんか滝なんてあったっけ？この上になんかあんのかな？ちょっと待った、エンカウント怖いから。ちょっと待って。なんかあったっけ？もうないよね。まあ、まあ、多分普通にあの石板取ったじゃん。石板取ったから地獄のエンカウント。エンカウントさん、オッケー大丈夫。お願いだからちょっとカヌーに乗せてくれ。カヌーに、もう大して強くないんだから出てくない。頭抱えて、頭痛持ちか、ほんとあいつ。なんかある？あ、これでちょっと待って。いや、違うんだよ。ハヌ乗ってた方のが、あ、右なんかあるな。こっちなんか、いや、これ違うか。滝？あ、入れた！これは来ていいとこなのかな？これは来ていいとこなのかな？いや、分からん。まあ、なんだろう、ロボット、あれ、なんか俺見逃してる？ロボットがなんとかって言ってたよね。まあいいや。さあ、ということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。一旦ちょっとセーブしよう、戻って。ということで今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そしてですね、高評価の方よろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わります。皆さん、バイバイ。